南米地理の採掘場で稼働する小松製ホールトラックホールトラックは露天掘り、採石場、鉱山、ダム建設などで用いられる特殊自動車。日本国内においてはその大きさと車両総重量から道路法の車両制限例に準拠しないため基本的に公道での走行は不可能であり完成車の状態では 行道が走行可能な積載車両にも搭載することができないため、納入は部品単位で運ばれ現地で組み立てる工法が用いられており、建設現場など私有地のみで一般的に使用されている。日本では行道を走行できる11トン積み車両を普通ダンプトラックと呼び、それ以上の積載能力を持つ車両は10ダンプトラックと呼び区別している。また、海外でも 一般道や幹線道路外のオフイコールハイウェイ車両、マイニング、ダンプトラック、欧州では、ダンパー、ダンパーと呼ばれ同様に扱われている。その積載量を活かし、建設現場から建設現場への建設機械運搬にも使用される。ホールトラックは、前輪駆動方式が一般的に採用されおり、ほとんどの車両は二軸設計であるが、1970年代に、 製造された2つのモデル 350T、デレックスタイタン 235T をベコ 3200B では3軸が採用されている。駆動方式はディーゼルエンジンで発電機を稼働させるディーゼルエレクトリック方式であり、発電機によって供給された電力によりホイールに取り付けられたインホイールモーターを回転させる方式が取られている。なおこ少子は 修理車両が出向くか、ホールトラック牽引専用車両を使用するか、他のホールトラックによって牽引されるかである。積載量が巨大な車両は、ウルトラクラストラックと呼称され、ベートンで300トン以上の積載能力を持つ車両を指す。2020年時点で世界最大の積載量を持つ車両は、 ベラルーシの研究メーカーであるベラーズが開発したベラズ75,710であり、450トンの積載能力を持っており、世界一 A、ダンプカーとして世界的に有名である。ありがとうございます。